本日は MLB ドリームカップ初戦、試合はいよいよ最終回へ。たくさんファインプレーが起きます。勝つか。どうも、翔平 TV です。本日は MLB ドリームカップ宇都宮選抜の試合をお届けします。まず9番の塚原さん、はい、ストライク。さあ6回の裏ですね。さあ8対6で勝っておりますが、追加点が欲しいところですね。はい、途中出場の塚原さん打った。はい、こちらファーストゴロ、アウトとなりまして、ワンアウト。さあ6回の裏ワンアウト。さあ追加点が欲しい代打、海賀選手です。はい、まずまっすぐストライク。さあ打てるか。赤いバッティング手袋が目立ちますね。はい、打った、ファウル。はい、ツーストライク、追い込まれました。さあどうだ。はい、またファウル。はい、粘ります。打ってほしいところ、チャンスメイク。はい、こちらピッチャー強襲、これでどうだ。これで送球もそれて、はい、出塁、ランナー二塁となります。ワンアウト、ランナー二塁。バッターはユッキー田村、146キロ右腕。さあ打てるか。はい、はい、ファースト狙い。はい、取ってアウトとなります。ツーアウト、ランナー三塁となります。さあ追加点欲しいですね。結構後ろにそれるボールが多かったんで、海賀選手にはそういうのもあるよとお伝えしておりました。さあここで代打二宮さん、さあ打てるか。はい、まずストライク。はい、ツーアウト、ランナー三塁。バッターは3番村田選手に代わりまして二宮さん。さあ打てるか。投げました。はい、こちらね、変化球が予想されました。はい、海賀選手生還、これで9対6となります。さあ大きな追加点ですよ。さあ打ってほしいところ、ツーアウト。はい、こちらファウルボールです。そして、はい、こちらまたファーストゴロ、アウトとなりましてチェンジとなりました。そしてお次が最終回となります。引き続きマウンドは小林選手、 EM モデルを使ってます。はい、すごいスイングです。こちらのバッター先ほど特大のレフトのホームランを打ちました。さあ次は、はい、めちゃめちゃ緩いカーブ、これは打てない、なかなか。そして、はい、こちらなんとかファールボール。さあ追い込んでます。はい、先ほどね、緩いカーブをレフト線に持ってきましたんでね。はい、こちらフォアボールとなりまして、ランナー一塁。まあしかしね、ホームラン打たれるかいいかなと。はい、そしてお次のバッター第9。はい、こちらインコースのもうすごいボール、ナイスボール。バッターびっくりしておりました。はい、こちら盗塁、盗塁で成功。はい、ランナー二塁。さあピンチとなってます。まあ、点差はありますけどね、一気にこうひっくり返せる場合があるんでね、ここは本当に注意したいと思います。はい、はい、後ろ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 、それましてランナー三塁となります。さあ9対6で勝っておりますが、ランナー三塁、ちょっとプレッシャーかかってますよ。はい、こちらセカンドゴロでアウト。これは、はい、サードランナーは帰ってこれず、ワンアウト、ランナー三塁となります。はい、そしてお次のバッター打ちそう。はい、こちらね、緩いカーブでタイミング取れず、はい、空振り。
そういうボールあったら本当にいいですよね。僕なんかないんでちょっと教えてもらいたいですね。はい、もう一丁ファールボールです。さあ追い込みましたよ。さあどうだ。はい、こちらねまっすぐがね高め打ちました。はい、フォアボールとなります。ランナー一三塁ボール。さあ一三塁です。この回はね翔平 TV 変わりましてファーストに水川さん入っておりますんで、翔平ベンチから応援です。ファイナスボール、まっすぐストライク。さあどうだ。はい、こちらまたもや、そうですね、しょうがない。はい、こちらワンアウトランナー満塁です。さあ最少失点で抑えたい。はい、打ったボールは抜けてレフト前。はい、これでストップ、ランナー満塁、引き続きランナー満塁です。さあそしてその後ツーアウトになりまして、ツーアウトランナー満塁、ラストボール。はい、こちら最後まっすぐで空振り三振となりまして、 MLB ドリームカップ宇都宮選抜勝利となりまして、はい、2回戦進出となります。暑い中ね、そして初めて組んだチームで勝って本当に良かったです。お疲れ様でした。ダブル、ダブル来週やります。ちょっと今日はあれですね、ちょっと時間、試合の時間がちょっと頭に入ってなくて、最後バタバタ大学が出ちゃって、ちょっとその辺も次回以降はちょっと考えていきたいなというのと、まあ、今日である程度どんな選手なのかっていうのもちょっと分かってきたようなので、また次回に出まして、あとここで判定は外してもらって、はい、また来週、はい、しっかり確認して、はいはい、サイニング投げてもらって。なんでまあ怪我とあと体調も熱中症とか自分注意してもらって、まあ、楽しくまた勝てるように頑張っていきましょう。はい、はい、いやもうね、やっぱ野球は楽しいスポーツなんでね、みんな楽しんでやっていきましょう。でも勝たないと ね、このユニオンを切れなくなっちゃうんで、まだ来たいんで。来週も頑張りましょう。さあ次の試合もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。
Glorious light, 中途半端逃げ道を